エゴルスハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のホリヒハイム軍に属する、市場町フレンキシェシュバイツ州エ部レグニッツ渓谷に位置する。墓地の発掘調査は、この付近の入植地の歴史が、紀元前1100年ほどのコツツボ埋葬時代にまで、遡ることを示している。西暦600年頃、メロビング町時代の金止も発見されている。 この集落について言及している贈与証明書は750年から802年に作成された。市場開催権は1456年にバンベルク領主主教から与えられた。バンベルク主教は1803年の世俗化まで主教、本部領としてこの土地を所有した。その後、この集落はバイエルン領となった。バイエルン州の市長存在編に伴い、 1978年に、それまで独立した自治体であったバンマーアースドルフ、カウエルンホーフェン、ノイゼスアンデアレグニッツ、レッテルン、ドローゼンドルフアムエガーバッハ、バイゲルスホーフェン、ウンターシュトゥルミヒ、ドリューゲンドルフ、ゲッツェンドルフ及び、ティーフェンシュトゥルミヒが、エゴルスハイムーに合併した。ズンガラ、赤字で、銀の土地に3面の内陣を持つ、扉の開いた銀の境界。 その両側には尖った屋根を持つ塔。内陣と塔の上には金の十字架。町域内には30万平方メートルの商工業用地が用意されている。エゴルスハイムはアウトバーン A73 号、ニュルンベルク・バンベルク線沿いに位置している。また、アウトバーン A3 号、ニュルンベルク・フライクフルト線にも近い。エゴルスハイムには鉄道の駅も存在する。この町は、 公式には13の集落からなる。ありがとうございます。